はいどうもこんにちは、リュウボンです。シャドウオフモルドール続きやっていきます。さあワンちゃんね、一緒に連れてきましたが、残念ながらね、ミッションを始めるとワンちゃんが消えてしまうという仕様のため、ここでバイバイ。はい、クラコルコン暗殺者ね、こいつを戦闘で処刑しろと、彼の支持者を戦闘で処刑しろということで、行くぞ。This war chief will try to prove himself against the legends of your blade. なるほど。戦闘または地上処刑で支持者を始末しろ。だからステルスじゃないってことかな。まあでも、どんぐらいいるんだ敵は。ターゲット？あの黄色いやつか。ヒットストリークというのは、あの剣が、あの、連続攻撃をね、8回だったかな、当てると、剣が赤く光ると。でその瞬間に三角ボタンと丸ボタンを同時に押すと、ヒットストリークがマックスということで、そこで処刑というコマンドが実行可能。処刑という、コマンドを実行可能の時は多分強制なのかな、ボスもかな、ちょっと分かんないんだけど、そこはどうなんだろう。逃げないか。ただよっしゃ、ダーン気持ちいいぜ。いるね、一人ぼっちになってるやつがいる。あれ消えたな、今なんで消えた。ちょっと待って、おかしいぞ。あ、そこにいんの。あれ、あれダメか、処刑できなかった。逃げない、うし、これが処刑。あ、クソ、クソガキや。結構大騒ぎになってんな。どうしよっかな、大変だねこれ。3匹目死んじゃうな、あんまり。まあいっぱいいるからいいんだけどね。死にそうだけど俺頑張る。あ、やばいなこれ。あ、やばいぞ。はい、ちょっと逃げる。ほい、オッケー。さあ来やがれ、いって。すごいことになってんな。よし、処刑。あ、まだか。ちょっとあれだな、痛い。ちょっとやばいかもなこれ。うい、あぶねあぶね。ちょっと逃げるよ。よいしょ、
ダッシュ超早い本当に。はい、お花摘みに来ました。ちょっと待って、おちょうどいいところに。おーしゃ、よっしゃ、いった、おら1対1ならいけんだよ。現れた、よし、どこだ、いた、こいつだ。クラールコン、クラールコン、クラールコン。そんなにやばいの敵。こいつは爆発によるダメージが効果的、戦闘編集が効果的。クラールコン、あ違う、お前じゃねえ、ちょっちょ、違う違う違う、こいつだ。戦闘フィニッシュよりダメージ、スレス、ステルス、あステルス攻撃が苦手なだけだ。ちょっと待ってね、それまずいね、これ。うん、とりあえずね、うーん、2人目は2人で攻撃行動してんのうざいね、うん、よし、よいしょ。おかしいね。おかしいね。なんでこんなにヤバい音楽なの。よっしゃ、処刑、処刑食らったね、ちゃんと。よし、よいしょ、何が起きた。うおー、クラルコン倒した、素晴らしい。よーし、軍団長を倒したぞ。あいつ逃げてんじゃん、逃げんな、なんだよこれ。どこ、あれ、お前マーク逃がさんぞ。はい、なんか逃がしちゃった。で、逃がしたらね、なんかね、ちょっと待って、こいつじゃねえよ、こっちで、こいつをマークしてたはずなんだけど、で逃げちゃったんだけどね、なんかね別のとこ行って、でも星リグス、星グリス、こんな名前だったっけ。まあ、ちょっと俺を自分の動画見てね、思い出すと思うけど、まあどこ行っちゃった、うん、はい、というわけで、あと残るね、残る、軍団長は1人今倒して、1234の4人ということで、この辺の情報とかねゲットするといいかもしれないね。はい、というわけで、今回はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。またな。